国際連合配置安定化ミッションは配置に展開していた国際連合平和維持活動。2004年4月30日の国際連合安全保障理事会決議1542号を受けて設立された。配置の治安を回復し、選挙を含む民主的政治プロセスの回復支援、難民機関をはじめとした人権擁護活動を任務とする。 2000年の議会選挙以降、ハイチでは政治勢力間対立が再び激しくなり、同年の大統領選挙ではジャンベルト・ラン・アリスティドが当選したものの反対派は投票に不正があったとして反発を強めた。この選挙結果に対してアメリカ合衆国や西欧諸国は経済制裁を行ったほか、双方の支持者が衝突し、各地で騒乱。 暴動が起きる事態となった。2004年2月に入り、かつて、ハイチ警察の幹部であったギフィリップが、反政府武装勢力を率いて放棄。ハイチでは、軍事政権の解体過程で国軍をも解体していた。ため、国土の大部分が、反政府勢力の支配下となった。このような内戦状態を国際社会は憂慮し、特に、アメリカ合衆国の圧力もあって2月29日に、 アリスティドは大統領を辞職、アメリカ合衆国の手で中央アフリカへと装置された。安全保障理事会は2月29日に決議1529号を採択、配置の治安回復のため多国籍残定軍の現地展開を承認した。アメリカ軍やフランス軍などを中心とする MIF は3月1日より現地に展開している。 首都入りしたギーフィリップが武力による抵抗を行わなかったこともあり、展開に大きな問題は生じなかった。4月20日にアンポリ決議1542号が採択され、MIF の後続として国際連合配置安定コミッションを設立、治安回復などを図ることとなった。ミニスタは6月1日に MIF より引き継ぎを行っている。ミニスタの任務は武装や 動員の解除による治安の回復や社会復帰支援による治安回復の実施、警察機構の再建支援、選挙などを含む民主的政治プロセスの回復支援、難民機関をはじめとした人権擁護活動などとなっている。規模は2007年時点で約8,800名、うち約7,000名が平和維持軍の軍事要員であった。ミニスタの活動期限は数字にわたり延長され、 2006年には選挙が行われるほどには回復したが、2010年1月にハイチ地震が発生。これを受けて安全保障理事会は緊急の復旧、復興及びハイチの安定化を支援するためミニスタの要員を3500名増員する決議第1908号を採択した。この地震においては代表のヘディアナビをはじめ地震で亡くなった要員も少なくない。 なお、地震の後には、ハイチ国内で、コレラが大流行したが、このコレラの発生源が、国連平和維持部隊の一つ、ネパール軍の宿営地だった疑いが浮上している。感染した被害者や犠牲者の遺族らは、国連に保障を求めており、2013年5月8日には、国連に対し60日間の保障交渉期限を突きつけている。2017年4月、 安全保障理事会は、決議2350号を採択。ミニスタは、同年10月15日に終了し、翌日より、配置司法支援ミッションへ改編、移行された。ありがとうございます。